どうも大チャンネルマンです。どうも大チャンネルマンです。こんにちは、大チャンネルマンです。夢のコラボですね。コラボですね。2冊ムービーと大チャンネル、まあ、大チャンネル、大チャンネル、あ、大チャンネル、大チャンネルマンです。いや、YouTube のアカウントは、アカウントは大チャンネルマンです。あ、全部大チャンネル大チャンネルマンというものというね。大チャンネルマンの大チャンネルマンというものなるほどなるほどなるほど。大とチャンネルマンの間に点をつける。大天チャンネルマンです。大天チャンネルマン。大天チャンネルマンです。こいつ星がつく。大星チャンネルマン。ちょっとゴージャス。とか角田ヒロみたいな感じ。ということでやってきました。バカです。授業で言わなくて。はい。はヤマハスタジオなのかわからないですね。体育館でしょ。ただの公民館。体育館ですよ。これはただの公民館。中でなんかね、威勢のいい声がしとるけど。初めて来た。初めて来ました。もちこしは何や、大チャンネルマン。大チャンネル、大星チャンネルマンは3回目ですかね。あ、そう。3回目。大星チャンネルマン3回目です。まあまあ来てるね。そう。いや、でも去年のひでえ試合見せられたんで、ちょっとあんまいいイメージないですよ。え、その時でバックスはあるし。バスは、うん、バスだね。去年はバスだね。ってやったね。一昨年は普通に車で。あ、初車です。初車です。どうでしたか。いやー、右が合ってましたね。そうかい。それは良かったよ。ジョンさんが完走したということで、まあね、帰りも頑張ってくれるっぽいんで、はい、運転しろ。僕、新年で、新年ではないですけど、新年だけどね、まあ、帰りはぜひ助手席に座ってね、ナビをしてあげてください。いろんな話してみてください、いろんな人がいるので。YouTuber の裏話とか、そうそうそう、いろいろ話してみてあげて。広告収入の話とかです。そうだね。まあ、今日は25節か。早いですね。早いね。あと10試合だって。早いな。約10試合経つ。10試合経つ。ということで、今日も頑張りましょう。はい。ぐらぐららお気に入り、すいません。とんでもないです。はい、今日も最後の締めの大チャンネルはない。新大チャンネル。いや、まだ決めてないですよ。ないんかい。ないんかい。じゃあ今、3、2ってやってね。3、2。阿部巻き出し活動。あ、そうだね、頑張ろう。はい、今日も頑張りましょう。頑張りましょう。いや、ビッグアーチですかね。ビッグアーチの方がいい。ビッグアーチの方がいいですね。今ヤマハ2番目かなとか。ヤマハ2番目。ヤマハ2番目。ヤマハ2番目。はい、やっぱり最高なのは、最高なのはやっぱビッグアーチ。ヤマハ結構いいスタジアムって評判なんだけど、一番はビッグアーチ。頑張るビッグアーチ。あとの、何回目だよ、それっけ。4回目です。4回目。ヤマハ、ビッグアーチ、ヤマハ、松本トス、あと大阪ガンバ。5回目ね。5回目です。5回の5個行ったスタジアムのうち、まあ、岩田は何番目。最後かな。あ、最後。いや、やっぱ2番かな。いや、2番。やっぱ2番で、1番はビッグアーチ。あ、やっぱビッグアーチが1番。いや、ありがとう。いや、ホーム愛を語ってくれて。いや、ホーム愛語りました。以上です。ありがとう。ちょっと、さこ焼きに蹴っちゃった。さこ焼きに高橋さん、どうしたんすか。さこ焼きに蹴っちゃった。かけんだろ。お前、邪魔じゃん。かけんだろ。だろ。かけんなよ。なんでたこ焼きにケチャップかけるの。だから、岩田サイドかけるんですか。かけるらしいっす。なんでかけんだよ。いらねえだろ。ふざけんなよ。なんでたこ焼きにケチャップなの。ただクレーマーやないか。ソースはやっぱりカープソース。ケチャップいらんわ。ケチャップいらん。Yo!
夏休み最後の試合勝って久々に終われるっていいよね、やっぱりね。4ヶ月ぶりにハッスルタイムが、ハッスルシラの父も思いが負けなしということで、天文杯です。石川以上勝ち点3、そうそうそう、新たな ジンクスが生まれてね。サポーターだけじゃなくて選手が触ってもね、点を取るっていう、そうそうそうこれをつなげてくれりゃね、そうですね、どん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 点を取ってくれりゃいいし、そうですね、今回は足で決めてくれるだけね。どん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 ゴール決めてくれりゃ、俺らがもっとハッピーになって、ハッスルタイムがどんどん増えるけいいんじゃないかなと。常に背後を取ってからできるんですけどね。シラのおっぱいすごいよ。いやすごい、シラのおっぱいすごいよ。シラさんのおっぱいはすごいです。シラさん最後のおっぱい見せてください。シラさんおっぱいすごいです。これがこれを触ったら皆さん幸運になります。プレーナーが触って点取れました。いや素晴らしい、お疲れ様でした。お疲れでした。